じゃあちょ、おい、そうじゃ、そなたデートを案内するのじゃ。なんだやぶからぼうに。帰るとこだと言っただろう。お前さんももう帰れ。なぬ、そなたひどい男じゃな。せっかく苦労して抜け出してきたのにもう帰れ。ちょっとお前な、ちょっとは自分の立場ってものを考えたらどうだ。いろんな人に迷惑がかかる。それを言われると辛いの。じゃが、世はいずれこの大和を統治せねばならぬに、そのためにはこの大和を、民の暮らしを、斧が目で見る必要があるのじゃ。だからこそこうして都を、民を見て回っておるのじゃ。そうか、都や民のことをいろいろと考えているんだ。当然じゃ、世を誰だと思っておる。なんて言うと思ってるのか。絶対に遊ぶことしか考えてないだろう。いきなり何を言うておるのじゃ。図星か。何を根拠にそのようなことを。目をそらして言われてもな。嘘をごまかす時のその癖、直した方がいいぞ。何のことじゃ。目などそらしておらぬぞ。ここまで言われたの。そんなことより早く案内するのじゃ。ちょっと待て、なんだこのバカ力、引きずられ。ちょっと待て、なんだこのバカ力。おいこら、離せって。おいの、あれはなんじゃ。くそ、あれ、偽物小屋だな。偽物小、知らないのか。知る必要なんて。なるほど、炎舞台のようなものか。そういった演劇とかもあるだろうが、これは珍しい生き物を出し物にしているようだな。ほほう、珍しい生き物じゃと。面白そうじゃな。よし入るぞ。無理。なぜじゃ。財布がすっからかんで入れるわけがないだろう。金を取ることとか、ここに来るまで散々説明しただろうが。では、これではダメか。それやめろ、頼むから。ほほう、活気があるの。果物やらお菓子やら食べ物がいっぱいじゃ。ここが帝都の台所を支えているわけだからな。うむ、さすがは我が大和じゃな。まさに天下一の品揃え、鼻が高いわ。肉が回りながら焼かれておる。そうだな、なんだ。さっきのとは違う香りなのじゃな。そうだな。心もというのとは違うのじゃな。そいつは焼けたところを削り取り、他の具材と一緒。何を言うか、あんなものは見たことがないのじゃ。しかもあんな手づかみでなど。あれ珍しいのか。もしかして宮廷料理ってのは。あれは、あの隣のは何じゃ。焼きからガチャって海の生き物の丸焼きだ。まあ高貴なもんの口に合わない代物だなあ。何度も言うが金はないからな。だからそれは出すな。もうこんな時間か。あちこち回っているうちにすっかり遅く。帰ったら君に何を言われるやら。考えるだけで頭が痛い。それ以前にこの王女さんも今でも十分にまずいが、さすがにこれ以上連れ回すわけにはいかんだろう。まあ連れ回されてるのはこっちだが、そんなことは関係ないだろうしな。のう、ん、この門の向こうには。何って、そりゃいろいろだろう。山や川や平原や、他の国があって、海がな。海か、果てしなく広がる水というのは知っておるが、どれだけ広いのかな。見たことないのか。要はここから出たことがないのじゃ。じゃから山も川も平原も
他の国がどうなっておるのか、ましてや海がどのようなものか。そう、箱入り娘だとは思っていたが、そうなると自分の目で民の生活を見たいっていうのも、それに巻き込まれるのはたまった。世の知っていることは知識として教えられたこと、そしてオシトルが語ってくれる外の話だけじゃ。オシトルは？うむ、オシトルは世にいろいろなことを話してくれるの。外の景色がいかに美しかったか、民の暮らしがどうであったか、辺境のさまざまな生き物のことなども。うん、いっぱい話してくれたのじゃ。ちょ、オシトル、王女さん、おち、おい、そこの若いの、何女の子を泣かしとるんじゃ。いや待て、自分が泣かせてるわけじゃ。ん、あんた誰かと思えばまたお前か。この間とは別のキャワイイ女の子を連れてる。だから自分が泣かせたわけじゃないと言ってるだろう。なことは関係ないわい。一緒にいて悲しませた時点でお前が悪い。理不尽にも仕方のないやつじゃ。俺これを買って行け。いや今財布の中身がすっからかんで。女子を泣かすばかりか、解消なしか。なんでそんなことを言わんや。俺、お嬢ちゃん、何があったか知らんが、この飴でも食べて元気を出すのじゃ。飴？おー、なんと綺麗な飴じゃ。ここまで見事な細工は滅多に見ないぞ。それほどでもあるがの。なんじゃ、お前も欲しいのか。仕方ないやつじゃ。お、またこのギギリか。なあ、さっきの話だが、さっきとな？オシトルのことだ。まあ今忙しいのは本当なんだろう。自分のような身元不明なものを雇うくらいだからな。いつまでもこのままとは思えんし、またそのうちいろいろな、さっきのな、さっきとな、押しとる、まあ今、と言ってもいつまでもこのままとは、と言っても、うん、そう、まあな、だからそう、あいつがわけもなくそんな態度を取るとは思えんしな。そう、その時にオシトルに外へ連れてってくれと頼んだらどうだ。気を揉ませた罰だとか言えば嫌とは言わんだろう。おお、なるほど、その手があったか。その時にオシトルに外へ連れてってくれと頼んだらと、気を揉ませた罰だとか言えば、うん、やれやれ。ところでそなた、それは食わぬのか。ん、あ、ああ、飴はちょっと苦手でな。良いのか。おお、これもまた見事な細工。うん、これも、そっか。ん、そなた、世に仕える気はないか。
はあ？そなたの世を王女としても全く臆することのないその肝の座りっぷりが気に入った。世の周りにおる管理どもはみんな頭の固いやつばかりじゃ、息苦しゅうてかなわぬ。あ、そういや、何より小気味よいからな。そなたのような男がおれば毎日が楽しそうじゃ。どうじゃ。いや、急にそんなことを言われてもな。まあよい、返事を急ぐつもりはないからの、よく考えておくがよい。ではな、今日はいろいろと世話になった。ま、たまには息抜きも必要ってことだな。ぜひもない。この一点だけは。楽しかったぞ、また今度じゃ。ああ、また来るのか。ただいま。ハック、こんな遅くになるまでどこまで行ってたのかな。いや待て、決して遊んでたわけじゃないか。話せば長くなるが、王女さんに付き合わされていろいろと面倒くさいことになってたりしてだな。はあ、またあの王女様なんだ。こっちは巻き込まれただけだからな、文句を言われても困る。そうだね、それは仕方がない。あ、そういや、買い出しした荷物。ハック、いや、だからな、これは不可抗力ってやつであってだな。星座。いや待て待て、そこに星座。はい、しかし汚れ仕事っていうから、確かに汚れ仕事だが、何か文句を言うなかれ。働く。んじゃ、働いた者の特権として飲み食いを要求したいね。ねえ子ね、喉が渇いたんで茶を入れてくれ。あと小腹が空いたんで軽く。同じように私たちも働いてたのは無視ですか。そりゃそうだが、ねえ子ねなら可愛い女の子に美味しい茶を入れてもらうのと、むさい男に微妙な茶を入れられるの、どっちがいい？それは猫ねが嫌だって言うなら自分で入れてくるけどな。ついでにみんなも入れてくるが、文句は言わんでくれよ。知っての通り自分の茶の腕は微妙だぞ。別にこっちの分はこっちで入れてくるのです。そっか、じゃあついでにこっちのもお願いな。な、どうしてそうなるですか。そっちはそっちで、こっちはこっちでに決まってるです。おいおい、別だと時間も炭も茶葉ももったいないだろう。え、まさか学士であるお前がそんな非効率なことを。ハク、いくら猫が可愛いからってそんな意地悪しちゃダメかな。姉様。ルルティエ、ちょうどよかった。よかったら茶を入れてくれ。どうせならルルティエの茶が飲みたい。はい、すぐに。ハクさん、ルルティエ様は九十里の松姫様なのです。そうかもしれないが、ルルティエはルルティエだしな。あの、私は気にしてませんから。それにルルティエ様が、それと仕事から戻られた時にと思ってお菓子も買っておきました。その、今日は依頼がありましたから、手作りではなく買い置きのもので申し訳ないですけど。あれ、これってもしかして今都のご婦人方の間で話題のお菓子なのです。確か卵白と木の実で作ったお菓子で、サクサクしてるけど口の中でとろりととろけると評判なのですよ。私も一度食べてみたかったけれど。はい、なのです。そんな人気のお菓子をどうやって手に入れたのですか。いえ、大したことは。ただ何度かひいきにしていたら。え、そうなの。すごいのです。あのお店は常連でも特別扱いしないことで有名なのですよ。